建国記念の日で祝日だったみたいだよ。あ、なるほどね。私もちょっくら建国して記念日にしちゃいたいな。え、萌え国とか、それともトヨタ国、まあ、とりあえず萌え国かな。でまず萌え国の建国記念日を制定して、でその次の日にトヨタ国の建国記念日を作る。でその次の日は、待って待って待って、一人で何カ国作るの。萌え殿、ミーティング始めますぞ。ピクシスの夜空の下でミーティング。ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、木曜日はこちらのコーナーをお届け、私の残像。リスナーさんの記憶に強く残っている残像エピソードを送ってもらうコーナーです。なぜかずっと忘れられない光景や自分だけが未だに覚えている物事を募集し紹介していきます。はい、ではメール紹介していきましょう。ほいほい、ピクミンネームシルバーさんからです。ありがとう。ミクさん、萌さん、こんばんは。こんばんは。私が高校生になったばかりのことです。うん、昼食にパンを買おうと思っていたら売り切れていました。うん、当時は食堂がなく外に買いに行けなかったので先生に相談したところ、うん、カップラーメンをもらいました。うん、スープを全部飲むと体に良くない、でも水道に捨てるのも良くないと思い全部飲みました。うん、先生の優しさと初めてラーメンのスープを飲み干したことが今でも忘れられません。素敵エピソード。確かにね、あんまりそうね、カップ麺のスープ飲み干さないかも。そうね、なんかね、こう塩分取りすぎちゃうみたいなの言うよね。むくむイメージだから避けるな。うん、え、いい先生ね。購買、嬉しいね。購買あった？なんか購買があってパンを買おうと思ってたら売り切れたんだね。あ、違う、ミクの学校。あ、私、私の購買あった、あった。でもやっぱすごい行列っていうか、うわーってなってたよ。そうよね。で先輩からだもんね。あ、そうそうそう、だから先輩が来てたら、おー、うん、どうぞどうぞみたいな運動部の人とかやったりしてました。上下関係あったよね。ね、もうだからあれはね、ほんと購買のおばさんはほんとちゃんと見張ってないとわかんないから、こう取られちゃうよね。大変な気がする。私も購買あったんだけどさ、すっごいギトギトのさ、もうほぼ油なんじゃないかっていうポテトフライが大好きだった。購買ならではのやつあるよね。美味しいよね。雑にマヨネーズつけてあるあれが好きだった。では続いてピクミネームともこさん、みくもし、こんばんは。こんばんは。私の忘れられない残像は小学生のクリスマスの時の思い出です。うん、その当時はちょうどサンタさんがいるかどうかを疑っている時期で、親が玄関にプレゼントを置きに行っていないかなど親の行動を常に監視していました。するとある時、窓の外からシャンシャンという鈴の音が聞こえ、玄関に行ってみると、なんとその前まではなかったはずのプレゼントが置かれていました。今ではサンタさんはいないとは分かっていますが、あの時の鈴の音は今でも不思議で忘れられません。いるよ、サンタさんは。あれは本当のサンタさんだったって。そっか、最近そういうコンプラ厳しいもんね。言うな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 。いや、いるよサンタは。いるよサンタは。サンタはいる。サンタさんいるのよ。シャンシャンって。そうだよ、サンタがしたよ。そうだよ、鈴の音なんて普通しないから。そうだよね。そうだよ、うん、サンタさんはいるよ。絶対いるよ。あ、コンプラって大変だな。じゃあ続きまして、うん、ピクミンネーム花ジストさんからいただきました。ありがとうございます。ミクもいし、こんばんは。こんばんは。僕の覚えている残像ですが、うん、マックの店内でピクルスを床に落としてしまい大泣きしたということです。幼稚園生くらいの時期に突如ハンバーガーに入っているピクルスにドハマりして、うん、マックにピクルス目当てで行っていました。すごいな。結局その時はお母さんにもらえたのでよかったですが、マックで泣いている子供を見るといつも頭によぎります。可愛いですね。子供なんてピクルスが嫌いでピクルスだけ抜くイメージだけどね。いや、私は抜いてましたよ。おい。嫌な笑い方。あー、嫌な笑い方。いや、ピクルスが好きな子供ってすごいね。いや、すごいよ。萌さんは嫌いだったよ。
嫌な笑い方すんな嫌な笑い方すんな。可愛いですね。でも嫌いって言って抜くのは嫌だったから食べてた。お、えら、うん、そうなんだ、うん、ちゃんと抜いてたわ。ちゃんと抜いてた。いつ食べられるようになったのかは覚えてないけど、でも美味しさは気づいたよ。そう、気づいた。いつか、うん、どこかの時点で。そう、カレーの福神漬けとかもね。あ、カレーの福神漬けも美味しさ気づいた。そう、どっかで気づくんだよね。最初食わず嫌いなのかな、あとか、ちょっとしょっぱいとか酸っぱいみたいな刺激が強くて、ね、いつの間にかなくてはならない存在になるよね。ね、こうやって舌が変化していくんです、ね、子供の時のマックなんてもうほんとご褒美だからね。もうめっちゃ大好きだった、ね、照り焼きが大好きだった。マックってすごいね。今でもなお子供たちを笑顔にし続けてるんだね。そうだよ、素晴らしいね。やっぱり今でも大人気ですかまだいけますか。お、あ、じゃあ、え、これか、あ、違うわ、え、あ、ない。じゃあちょっとフリートークでつなぐしかフリートークでつなぐしかないみたいな。こんなに読めると思わなかったもんね。思わなかったからね。あ、今頑張って一生懸命お便り探してるけど、じゃあお互いの残像話でもしよう。お互いの残像話、うん、最近、うん、最近じゃないか、あのね、弟と一緒にポケモンごっこしたこと、うん、ポケモンごっこな。ポケモンごっこしなかった？ポケモンごっこしなかった。嘘！え、全員すんじゃないの？ポケモンごっこはしなかった。ポケモンごっこしないの？なんか、しかも私の、うん、その、家の、うん、なんていうの？前に住んでた家なんだけど、はいはいはい。あの、なんかちょっと高さがある棚みたいなのがあって、うんうん、で、それが結構強度が高くて、うん、全然上乗っても平気だった、うん、はいはいはい。で、そこで遊んでた。そこでポケモンごっこやったの？そこで、そうそう。そこに私が上乗っかって、下に弟がいて、うん、私はポケモンのブリーダーだみたいな。微笑ましいな。っていうのはやってて、うん、それを。なんか草から出てくるとかやんなかったの？草から、トゥルルンって。急に。やるっていうよりはもう本当になんか、サトシ側。サトシ側やってたんだ。サトシ側をやってて、で、今はもうもちろん弟はそんなことしてくれないから、うん、弟に、おい、ブスって言われるためにそれを思い出して。そんなに。お前そんなこと言うけど、私とポケモンごっこやってた時代あったんやでって思ってる。まあ記憶から消してると思う、弟は。あるんだよ、思い出してね。絶対覚えてないと思う。思い出してね。そういうのあるな。でも私もお兄ちゃんいたから、ユギオとベイブレードはガチだったね。え、すごい。ユギオとベイブレードに関してはガチでやってた。なんかね、あの、お兄ちゃんのカード盗んだ記憶はすっごいある。最悪。最悪。なんかどうしても欲しいカードがあって、うん、もう何のカードかすら覚えてないんだけど、うん、でも子供ってそういうことやるよね。よくないよ。あとお兄ちゃんに勝ちたいからお兄ちゃんのベイブレードを細かく細工してたりしてるのも覚えてる。子供ってそういうことやるよね。やらない方がいいよ絶対。まあでも勝負ごとにはね、うん、ガチだからあるよね、そういうの。あとスマブラでお兄ちゃんが勝ちそうになったら一回リセットボタン押すってよくやるよね。やんないよ。やんない、そんな悪いことしてはいけない。そんぐらいしか覚えてないの。よくお兄ちゃんも付き合ってくれてたね。本当だね、うん、はい、ということでリスナーさんの記憶に強く残っている残像エピソードを送ってきてください。以上、私の残像でした。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきましたピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛のメッセージ、そして各コーナー宛のお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net。 pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第391回目の放送いかがでしたでしょうか。なんか久しぶりに兄弟トークみたいなのしたような気もしますね。確かに、あんまりしないもんね、ここでは。まあ、ミクは知ってるけど私があんましないかも。ああ、そっか。そう、珍しいお兄ちゃんエピソードだったけど、まあまあ仲悪いから、うん、そうだね。そうだね、仲悪いから。そう、お兄ちゃんとめっちゃ仲悪い。あのね、これは多分伝わらないよ。営業だってそれはね、伝わらないから。ここは一緒にいるからできてるけど、船会営業は船会営業って全て成り立つものではない、ね、そうだよ、いないとこで言ったらただの悪口みたいになっちゃうから。そっか、そうそう、ごめんお兄ちゃん、いろいろ壊す。お兄ちゃんかわいそうだから、ごめん、なんかいろいろお兄ちゃんが PSP お兄ちゃんからもらったよ、今でも使ってるよ、ありがとう。ありがとう、仲いいですね。はい、それでは今夜この辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのトヨタ萌えとピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。